今回は脳、NO、の MRI 解析ソフトウェアである VS ラドアドバンスの基本的な使い方についてお話しします。まず、VS ラドアドバンスを起動します。VS ラドアドバンスの結果は標準で入力画像ファイルと同じフォルダーに出力されますが、DVD 上のデータを解析する場合は、出力データの保存先を設定しておく必要があります。その場合には、 ツールからワークフォルダ設定で特定のフォルダを使用するを選び参照ボタンをクリックしてフォルダを指定してから OK をクリックしてください。これで別のフォルダに保存する設定が終わりました。今回はこのコンピューター上のデータを解析するので設定を戻しておきます。ツールからワークフォルダ設定で入力画像ファイルと同じフォルダを使用する。 の、ラジオボタンをクリックし、OK をクリックで、設定を戻します。それでは、解析を始めていきましょう。ファイルからダイコムフォルダを開く、を選択しましょう。フォルダーの参照が表示されます。VS ラドアドバンスの解析対象は、3次元キーワ1強調画像です。解析したいフォルダーを指定し、OK をクリックします。 ファイルが読み込まれます。読み込んだ画像リストの状態を保存するに、チェックを入れておくと、次回の解析時にも以前読み込んだ画像リストを見ることができます。はじめに、必須項目の欄が未入力となっているので、入力済みにしていきます。解析したいファイル情報をクリックして、アクティブにし、右下の処理開始をクリックします。 画像確認画面が表示されます。被験者情報と MRI 画像が市場断像であることを確認します。次に右下の入力画像が市場断面にチェックを入れ、OK をクリックします。処理を開始しますかで、はいのボタンをクリックします。解析が始まります。左の欄で解析のフローが示され、 順番に処理が進んでいくのが確認できます。前処理として画像確認、その次にファイル変換が行われます。その後、画像統計処理に入っていきます。まず、X、Y、Z 方向で同じ大きさに揃えるボクセル灯台化が行われます。その次に処理時間の節約と精度を上げるために解析範囲を絞る。 線形変換とトリミングが行われます。脳実室の外に高い信号値が見られる場合に、組織分割がうまく行われないことを避けるために、高信号値を抑制しています。組織分割とは、3次元 T1 画像を開白室、角室、脳脊髄液に動的に分割する処理です。1分半くらいかかります。組織分割においては、 開白質や白質の確率分布に加えて MRI の信号値も参照されます。VS ラドアドバンスでは分割精度を向上させるために信号村の補正が行われています。分割化はほとんどの省令で問題なく行われますが、脳室が署名に拡大している省令などでは分割化がうまくいかない例もあります。VS ラドアドバンスでは 抽出結果に失敗の可能性が高い場合、表示画面にチェックセグメントリザルツと表示されます。組織分割結果が表示されます。元の脳画像が開白室、学室、脳脊髄液に分割されている様子がわかります。分割された開白室画像と白質画像はダーテルと呼ばれる技法により、 標準脳の形態へと変換されます。2分弱かかります。標準脳へと形態変換された開白質画像と白質画像は平滑化を受けた後マスキング処理が行われます。マスキング処理による解析範囲の絞り込みから統計精度を向上させることができます。このように処理された開白質画像と白質画像は 同様に処理された対象画像である正常データベースと比較されます。正常データベースの平均画像と標準偏差画像と比較することにより、ボクセル単位で正常データベースの平均から何標準偏差、外れているかを示す Z スコア化が算出され、そのマップが標準農場に表示されます。Z スコアマップは被験者の MRI 上で、 表示することもできます。携帯逆変換は、この目的で Z スコアマップに対して行われます。解析が終わると、処理完了画面が出るとともに、解析結果が表示されます。OK ボタンをクリックします。結果を一つ一つ見ていきましょう。レポート記載情報をダブルクリックします。レポート記載情報です。 被験者情報と対象画像である正常データベース情報を見ることができます。Z スコア解析結果表示をダブルクリックします。Z スコア解析結果表示です。括弧1の開話室解析結果において VOI 内移植度はアルツハイマー型認知症初期で移植の見られる海馬や球内皮質などからなる。 側頭用内側部の関心領域における萎縮の程度を示します。目安として0から1は萎縮が見られない、1から2は萎縮がやや見られる、2から3は萎縮がかなり見られる、3以上は萎縮が強いことを示します。次に、括弧に全能萎縮領域の割合をパーセントで示します。全開白質でスコアが2を超える領域の割合です。 次に、カッコ3、VOI 内萎縮領域の割合、パーセントです。VOI 内の Z スコアが2を超える領域の割合です。カッコ4、萎縮比は、VOI 内萎縮領域の割合を全能萎縮領域の割合で割ったものです。この比が5以上と高いと、側頭葉内側部の萎縮が他の脳部位に比べて目立つことになり、 アルツハイマー型認知症らしさが強くなります。白質解析結果は、全白質内で2を超える Z スコアを示す白質の割合、パーセントです。詳細情報は、今までの結果を左右に分けて表示したものです。左右差が強いかどうかを判定することができます。また、それぞれの結果に解説ボタンがついていますので、ご覧になってください。 これらの解析結果は自動的に CSV ファイルとして出力されていますが、新たに出力する場合には、右下の書き出しをクリックしてください。次に GM をダブルクリックしてください。グレーマター、ハイハクの Z スコアマップスライス表示で、スライス一覧標準能では、標準能上に Z スコアが表示されます。表示形式では、 アキシャル、横断像・サジタル、史上断造、コロナル、環状断造を選択することができます。拡大率や表示スライス間隔の設定が可能です。また、詳細設定では、局所の体積が低下している領域、増加している領域、及びその両方の領域の表示を選ぶことができます。表示域とは、Z スコア表示範囲であり、 家電画に最大値が6が標準ですが変更可能です。クラスタサイズも設定することができます。クラスタサイズを大きくすれば異常な Z スコアを示す領域を絞ることができます。また、Z スコアマップの透過度を設定することができます。VOI 表示をチェックすればアルツハイマー型認知症初期に特徴的な萎縮領域が 紫色の線で囲まれます。これらの設定は解析者ごとに変更でき、その設定を保存できます。また、標準設定に戻すこともできます。スライス一覧標準能の右横。カーソル付きスライス標準能では、標準能の3方向の Z スコアマップが表示されています。表示形式のクロスバー表示にチェックを入れると、 標準の3方向の Z スコアマップ上にクロスバーが表示されます。クリックすることで表示部位を変更することができます。クリックした位置は標準の空間である MNI 座標形とタライラック座標形で表示されます。次にスライス一覧被験者脳では被験者の MRI 上において Z スコアマップが表示されます。 背景 MRI 画像で表示の軌道を変化させることができます。Z スコアマップは標準脳での表示より相対的にやや広く表示されることにご留意ください。次にカーソル付きスライス被験者脳では被験者脳の3方向表示上で Z スコアマップを表示することができます。表示部位は被験者脳上をクリックすることで クロスバーの位置を変えることができます。被験者脳称号被験者脳では、被験者脳 MRI と並べて、Z スコアマップを表示することができます。スライスを移動させることにより、どの部位が萎縮を示しているかを詳しく見ることができます。次に、脳のマークをダブルクリックしてください。開発室、Z スコア脳表表示です。 左内側、右内側、後ろ、前、右外側、左外側、下、上からの8方向から見た脳表の上に Z スコアマップを表示してます。アルツハイマー型認知症における側頭葉内側部以外の萎縮領域である頭頂側頭葉や後部体上階から血全部の萎縮を評価することができます。次に、 WM をダブルクリックします。ホワイトマター、白質の解析結果を示す、Z スコアマップが表示されます。今まで見てきた、スライス一覧標準の、カーソル付きスライス標準の、スライス一覧被験者の、カーソル付きスライス被験者の、被験者脳称号と、開白質と同様の解析結果が表示されてます。最後に、V を、 ダブルクリックしてください。VOI 間萎縮比解析結果表示です。この解析は臨床的にアルツハイマー型認知症とレビー小体型認知症の鑑別が必要な時に役立ちます。レビー小体型認知症では、側頭用内側部の萎縮が乏しく、脳幹部の背側が軽度萎縮すると報告されています。この A2 の 開白質 VOI 管萎縮比と B2 の白質 VOI 管萎縮比がいずれも0.2以上だとアルツハイマー型認知症よりもレビー小体型認知症の可能性が高いと報告されています。その精度は70%程度です。詳しくは解説ボタンをクリックしてみてください。解析結果は印刷も可能です。 ファイルからレポート印刷ができます。また、レポートを画像として保存することもできます。ファイルからレポート出力設定を行い、出力項目を選ぶことができます。ファイルから印刷プレビューを選択し、印刷プレビューを見てみましょう。VS ラドアドバンス解析結果レポートが表示されました。印刷するのは、左上の印刷ボタンをクリックし、 次に OK をクリックしてください。また、ファイルから処理結果を開き、VSR ファイル選択することで、以前の解析結果を読み込むことができます。以上、VSRAD Advance ドドの基本的な使い方です。Z スコアの数値だけでなく、納表表示やスライス一覧もご覧いただき、診断の補助として活用していただけると幸いです。 ご視聴ありがとうございました。